痛い、ちょ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 、やべ、じゃあオープンするよ。メザーゲートオープン。ほう、こんな感じのね、赤を基調とした、まだちょっとダーキーな感じの家作りというか、はい、どうですかね。これが、このハロウィンタウンのね、街灯ということで。ではね、じゃあ門を作っていきましょう。ここね、道ね、3マスあるから、こんな感じで破壊して、基本的にはね、こんな感じの石レンガでね、すべて作ってきます。門はね、立派な門にしたいんだよね。だからこんな感じでちょっと厚みを持たせて、こんな感じでね、石レンガをね、3×3 で配置して、これをね、伸ばしていきます。2、3、4。4マスぐらいちょっと上げようか。これ全体的に伸ばします。はい。これ今ね、4マス上がった状態で、ここはね、5マス目なんだけど、ここに、ジャックオーランタンをね、こんな感じで、よいしょ。配置して、で、ジャックオーランタンの後ろ側は石レンガの壁で埋める。で、前の方は、鉄格子をはめます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、この上にね、さらに石レンガの壁を置いていく。よいしょ。よいしょ。置かせろ。これをさらにもう一マス増やして、よいしょ。はい、こんな感じね。で、最後に、ここのね、真ん中。ここは、こちら、魂の土壌。これを置きます。売り場どうした？気づいた？俺も今言われて思ったわ。これ、燃えるかもしんないね。あのね、このね、魂の土壌に、まあ、火をつけて、あの、青い炎がね、出るんで、まあ、それをね、まあ、門の炎にしようかなと思ったんだけど、この近くにこの木だから、もしかしたら燃え移る可能性が。どうする伐採する？せっかくこんなにちょっと形よくねデザインしてくれたんだけど、かわいそう。ごめんな、ウリボー。で、最後にここに火をつけます。はい、するとね、こんな感じです。どうでしょうか。いい感じのね、なんかちょっと門のちょっとでかいやつに見えるよね。で、さらにね、ここから、石レンガの壁を、よいしょ、一番上の石レンガの1個下、ここにね、鉄格子をこんな感じで置いてきます。よいしょ。まあ、3個かな。3マス分置いて、で、この下に石レンガの壁。で、さらにこの下にも鉄格子を置くと。よいしょ。いいね、いいね。こんな感じね。で、あとは、こっちの反対と全く同じです。めちゃくちゃ熱いな、さっきからこのマグマブロック。ウリボートラップがめちゃめちゃ熱いんだけど。はーい、どうでしょうか。結構いい感じじゃない？かなり雰囲気のある。いい感じのね、門になったんじゃないかなと思います。どうですか、ウリボー君。すごいでしょ。いい感じだよね。あとはね、ちょっとこれに似合う壁をね、どんどん作っていくんだけど、まあ基本的にここのね、真ん中からわーっとこのハロウィンタウンを囲う感じで。それはあれかな、ウリボーできるかなね。お願いします。もうウリボーのセンスでやっちゃってください。はい。で、ウリボーにね、この壁をね、任せてる間に、僕はというと、このね、ハロウィンタウンの象徴たる巨大ジャックオーランタンを作りたいと思います。かなりね、ジャックオーランタンのね、数使うんですけど、まあ大体5スタックぐらいあればいけるかなっていう予想です。まず、このね、ジャックオーランタンを置くんだけど、こっちのね、正面側は、ジャックオーランタンの裏側。だから要するに顔じゃない方をこっちにします。なんで、置き方がね、こっちから置くことになるんだよね。まずね、ジャックオーランタンをここ1列ね、置きます。めちゃめちゃ後ろのネザーゲートがうるさいな。はい、こんな感じでね、9マス置きます。っていったところで、夜だって。早いんだよな、夜になんの。ねえ、シュベット。ここはどうせいるんだろうな、いたわ。開けといてやろう。あ、閉めといてやろう。こんな感じで9マス置いたら、ここの端っこ、ここを1マス上に上げて、横に出す。これを繰り返していきます。よいしょ、よいしょ。反対も同じ。そしたらこの段をね、さらに3マス上に上げます。1、2、3。そしたら今度は横に行きます。1。で、上に上がる。1。で、もう一回横行って、上。若干ね、複雑だけどもね、こんな感じですね。ここまでできたらね、今度はこのかぼちゃの口の部分をね、作ってきます。まずこのね、ちょうど口のど真ん中、ここに一マス足して、よいしょ。で、ここの列を伸ばします。で、あとはこういう感じで、かぼちゃを置いて、するとね、こんな感じのね、口になります。そしたら今度はね、目を作ってきます。なので、ここら辺はね、ちょっと一回埋めます。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じのね、形になったら、ここのね、ど真ん中、ここは1マス開けて、
その周りをこんな感じでね埋めてきます。よいしょ。で最後にここね真ん中3マス埋めます。よいしょよいしょよいしょと、はい、オッケー。これでね正面から見ると、はい、どうでしょうかね。ちゃんとかぼちゃになってるでしょ。あとはこれをねどんどんと膨らまして、若干丸みを持たせてネザーゲートをぐるっと囲うと思います。よし。あとはね一マスずつ外側に出して、こうこう、そしたら5マスね並べます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、4、5。で今度はこっち側もこんな感じで増やしてって、いやちょっとねマジでこれ説明難しい系だよね。はい、オッケー。こんな感じでできました。あとはねこの後ろの方をね塞ぐだけですね。でこのね上の方にいるんでちょうどいいからやっちゃうんですけど、この頭のてっぺんのねど真ん中のここにですね、このね適当な葉っぱブロックを、まあ、2マスぐらいかな置きましょう。はい、これがねかぼちゃのヘタ部分になります。うん、いいね。これ今ね後ろ側なんだけど、かなりねおぞましいことになっております。でここはあと蓋するんだけど、もうこれただねパッて蓋すると平坦になっちゃうんで、まあ若干ね前に出したいと思います。だからここから1マス前に出して、よいしょ、まあ、こんな感じで内側に入れながら1マス前に出します。であとはここからさらに1マス前に出して全て閉じる感じになります。なんでこんな感じで塞ぎます。はい、こんな感じですね。かなり怖くない、後ろから見ると。で表からね見ると、せーのポン、ドドドンと、こちらジャックオーランタンでございます。ちょっとまがまがしい雰囲気出てますけども、これねなんかもう全部が紫色のねゲートじゃなくて、若干黒い部分がねあるせいで、すごいねこっち見てる感があるんだよね。ほらなんかこう表情がなんとなく動いてるようなね見え方がするっていう。せっかくだからちょっとネザー行ってみる。口の中からねこう入ってゲートをくぐるとネザーに行ける。うっ、なんだ重い、なんだなんだこれは、ちょっと待って、どうなってんだ。おい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 、やばいよ、豚が落ちた。お、大丈夫か、動物パニックになってんだけど、何これ。逆にね向こうがねモンスターだらけになってなくてよかったよね。危ねえ、来い、エンダーマンが来た、エンダーマンが来たよ、怖いから逃げます。さようなら。ということでこれにて巨大ジャックオーランタン完成。さあ、そういったところでね、今売り棒はどうなってるでしょうか。壁作りをねやってもらってるんだけど、あ、いた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 。壁作りどうですか。ぼちぼちか。ぼちぼちですね。まあなんかこんな感じで今ね石の壁でうまいこと作ってもらってるんだけど、あとはね壁作りとか細かいね修正とか、まあ、なんかねやることがまだまだちょこちょこあるんで、そこら辺もね一気にやっていきたいと思います。それではいきましょう。はい、ということでようやくハロウィンタウンがね完成しました。なのでこれからお披露目していきたいと思います。ハロウィンタウンこんな感じになりました。どうぞ。うわー、どうでしょうか、すごくない。うわー、なんかもうすでに仮装した売り棒がいるけど、どうですかね。これ結構ね上から見た絵なんだけど、かなりすごいことになってるよね。まずね門がねこんな感じになってます。で最後にね作ってた壁がねこういう形になってます。で入り口ここからだね。ここから入っていくと、はい、売り棒ゾンビがね、お出迎えしてくれます。ようこそ。どうもどうも、1名です。おい、タバコ吸わないです。いやいや、吸わないって言ってるのに。あちゃ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 、暑いんですけどここ。いやいや違うでしょうね。てな感じでね入ってくると、こんな感じのねなんかもう何このトーテムとか置いてあるこの謎空間に来ます。あー、この台で何かをさばくんですね。ね、さばいて煮込むんですか、怖いですね。スプラッタじゃ、うるさいですね。はい、でねここねお墓エリアをねこう通っていくと、はい、素敵なねお家がいっぱいある。ゾンビ焼けたぞ今。あ、じゃあ俺も焼けた。でここのねお家をねどんどん通っていくと、ほら目の前に超巨大ジャックオーランタンがお目見えになります。いいね。はい、これ何ですか。オーデンの泉。確かに怖いよねこれね。あー、うるさい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 ですよ、お参りね。はい、でこっち行くと、あら
誰かいますよ。黄昏の行商人がいます。ラバンいねえじゃん。どうした？ああっつってる。どうですかね、かなりなんかそのいい感じのねハロウィンの雰囲気が出てんじゃないかな。ちょっと手直ししてますねこの人ね。手直し入ってます。伸びちゃいますからね、管理が必要なんですね。いやいいね、かなりいい感じのねハロウィンタウンなんじゃないかなと思います。やっぱりハロウィンタウンっつったらね、夜がね一番ね肝だと思うので、ちょ夜の姿見ましょう。はい、こんな感じ、夜のハロウィンタウンいいね。うん、やっぱねライトが綺麗に見えて夜の方がいいな、美しいね。あ、やっぱ夜いいね。夜のハロウィンタウンすごくいいじゃん。最初と比べるとね本当に様変わりしたよね。いい感じいい感じ。はい、ということで今回はこれからで終わりにしたいと思います。いやいかがでしょうか、このハロウィンタウンということで。いやかなりね大掛かりなね村の改築というか、もはやなんだろう、もう魔改造みたいな、どんどん変わってんだあの顔。そんな感じでねこう村をねガラッと変えたんだけどもね、かなりね、楽しかったです。でね、こんな感じのねシーズンイベント的なね、動画をね、まあ、またやっていこうかなとはね思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。グッバイ。